信長公記、陽明文庫所蔵、信長公記とは、戦国大名、織田信長の一代記。戦国時代から安土桃山時代にかけての資料。著者は、信長旧臣の太田牛一。原本は、江戸時代初期に成立した、全16巻。米沢藩上杉氏旧蔵本である、個人蔵10冊本の内題が、新茶記なので、新朝記と読まれていたと考えられている。史上初めての織田信長の一代記。信長の幼少時代から信長が足利義昭を奉じて上洛する前までを首巻きとし、上洛から本能寺の変まで15年の記録を1年1巻とし、全16巻にまとめている。自筆本である池田本には15巻にまとめた旨が記載されており、主巻は本編と別物と見られている。牛一が奥書きで、故意に削除したものはなく、創作もしていない。これが偽りであれば、神罰を受けるであろうと記しているように、著述姿勢は真摯であり、年月日を記して、変年的にまとめられ、一部錯綜が認められる箇所も見られるが、文書上から確認される事績を正確に記しているため、資料としての信頼が高く、研究者の間でも信憑性は他の軍記物と一線を画していると評価されており、一次資料に準じた評価を受けている。太田牛一は、尾張春日郡の出自で、信長の死後には、織田家臣の丹羽長秀に右筆として仕え、長秀の没後には、豊臣秀吉に仕えている。信長公記は、長秀、秀吉家臣時代の記録をもとに編纂されたと考えられている。藤本正幸は、著書、信長の戦争の中で、同じ本の中でありながら、信長に対して、上様、信長公、信長と、表現が変わっている部分や、徳川家康を家康と呼び捨てにしていたり、家康公、家康卿、家康殿と継承をつけている箇所などがある点に言及し、様々な時期に書いたメモのようなものを切り張りして一冊の本として作り上げたものであると見ている。信長自身については、果断にして正義を重んじる性格であり、精力的で多忙、情義が厚く、道理を重んじる。古今無双の英雄として描かれている。東大寺大仏殿を焼いた松永久秀が焼いたのと同じ10月10日に数の兜をつけた織田信忠。一般的に他の二次資料に比べ記述は正確であるとされているが、近年の研究では否定されている斎藤道三が一代で美濃国の国主に上り詰めたことや、松永久秀の多門山城引き渡しの年次がずれていることなど、他の資料によって誤りが発見されることもある。写本を含めると20種類以上が残されており、安土日記、安土記、信長記、信長公記など様々である。短編や残結本を含めると70本以上が確認されている。大名や公家などに写本で伝わり、明治時代になって初めて刊行された。保安信長記も、三将牛一の晩年期である慶長16年頃、牛一の信長記をもとに、その他の逸話を加えて、小瀬保安が信長記を著述した。保安の信長記は、元和8年に刊行され、以後も版を重ねて一般に広まった。どちらも信長記と呼ばれるが、現在は混同を防ぐため、牛一のものを信長公記と呼ぶのが一般的である。対して、保安の方を、保安信長記と呼ぶこともある。保安信長記は、基本的な内容を信長公記に依拠してはいるが、ところどころ内容が異なり、保安自身の採取観の意図や、儒教的価値観などの諸事情により、保安自身の歴史観に基づいて歴史を解釈した軍記物に近い書籍である。同時代の史書で、三河物語からすらも、逸張り足しと指摘されている。一方で保安は、牛一を、具にして、直と評し、その創作性の無さ、事実をなぞっているだけの簡素な内容を批判しており、記録というよりも、読み物として、読み手を意識して書いたことが伺える。それゆえに、保安信長記は、同じ保安の太閤記に類似し、近世社会において、漢本として広く流布して親しまれ、今日に至るまで桶狭間の戦いや長篠の戦いなど、信長、秀吉期の合戦史に関する、基本的イメージを構築する特本となった。信長の一代記として、その後も、小田誠記、創建記などの著作が作られた。ありがとうございます。